聖火町立東高小学校は、京都府相良郡聖火町光台7丁目43番地、1にある、町立の小学校である。聖火町立東高小学校は、1993年に、聖火町立山田所小学校、東端文校が廃校となり、聖火町立山田所小学校から分離する形で、聖火町光台。 東俣を学区とする新たな町立の小学校として誕生した。公明の東高とは二つの学区である東俣の東と光台の光を合わせて名付けられたものである。作詞、遠藤正作曲、米沢正点聖火町立東高小学校の児童数の変遷は特別支援学級、歌詞の器学級に在籍している。 自動数関西文化学術研究都市の中核的交流施設であり、ラボムネや軽犯なプラザホテル、京都府立京阪なホールなどがある。また、広場には人形があり、文字盤の面積は世界一の大きさである。情報通信分野における先進的な研究を行っており、世界の研究開発拠点として関西学術研究都市の発展の中で、 中心的な役割を担っている。聖火調律の中学校であり、聖火調律東高小学校の多くの生徒がここに進学する。2015年に JR 西日本武道産開発株式会社がオープンしたスーパーマーケットや飲食店舗など16店舗から構成されたオープンモール型複合商業施設である。神社の古記録が火災による消失し、 由緒などは明らかになっていない。祭人は、須佐農村である。また、平成30年に、新たな本殿へと作り変わった。1143年に創建された寺である。江戸時代に混流された本堂は、京都府暫定登録文化財に登録されている。ありがとうございます。